90歳の草笛光子が若者文化に挑戦ゴートチャレンジで大反響驚異の90歳草笛光子が踊るナンバーアンダーライン愛に若者も驚愕映画90歳何がめでタイの公開に伴い多くのファンが待ち望んでいた草笛光子さんの新たな挑戦が話題となっていますこの映画は草笛さんが主演を務め 彼女のキャリアにおいても特別な位置づけとなる作品です。しかし、草笛さんの魅力は単に年齢を重ねた女優としての存在感だけではありません。その生き方や新たな挑戦に対する姿勢が多くの人々に感動と勇気を与えているのです。映画90歳。何がめでたいとともに話題となったゴートチャレンジやナンバーアンダーラインアイは 草笛光子さんが現代のトレンドに敏感であり、若者文化との接点を持ち続けていることを象徴しています。これらの要素がどのようにして草笛さんの魅力を引き立て、映画の成功に寄与しているのかをさらに詳しく探ってみましょう。まず、ゴートチャレンジについてです。ゴートは Greatest of All Time の略で、 スポーツやエンターテインメントの世界で最高の功績を持つ人々を称える言葉として使われています草笛さんがこのチャレンジに参加したことは彼女がただの90歳の女優ではなく常に新しいことに挑戦し続ける精神を持っていることを示しています90歳という年齢にもかかわらず草笛さんは若者文化に積極的に関わり そのののエネルギーをを自分のものとしして取り込む姿勢を見せました。草笛さんのゴートチャレンジは SNS で大きな話題となり多くの若者から支持を集めました彼女が踊る姿はとてもチャーミングでその若々しいエネルギーに多くの人が感銘を受けましたコメント欄には草笛さんのゴートチャレンジ素敵ですいやいつまでも若踊り自粛お美しいといった称賛の声があふれました 彼女のこの挑戦は年齢に関係なく新しいことに挑戦することの大切さを教えてくれます。また草笛さんのゴートチャレンジは彼女が自身の健康やフィットネスにも気を配っていることを示しています。90歳でこのような活発な動きを見せることができるのは日頃からの健康管理と体を動かすことへの意識の高さがあるからこそです。彼女の姿勢は 多くのシニア世代にも刺激を与え自分もまだまだやれると感じさせる力を持っています次に n ーアンダーラインアイについてです n ーアンダーラインアイは日本の若手アーティストが集まる音楽プロジェクトで独自のスタイルとエネルギーで多くのファンを魅了していますこのプロジェクトに草笛さんが参加したことは彼女が常に新しい文化やトレンドに敏感であり それををを楽ししむ姿勢を持ってていいることを示しています草笛さんが No. アンダーライン I の楽曲に合わせて踊る姿は多くの人々に衝撃を与えました若者文化とクラシックな女優の融合は一見すると異質に感じられるかもしれませんが草笛さんはそのギャップを見事に埋め彼女自身の魅力をさらに引き立てました彼女のダンスは 若者たちにとっても新鮮でで刺激的であり多くのファンを魅了しましたこのように草笛光子さんはゴートチャレンジとナンバーアンダーラインアイを通じて自身の魅力をさらに広げ多くの世代にわたって支持を集めています彼女の若々しいエネルギーと新しいことへの挑戦シーンは多くの人々に勇気と希望を与えていますまた草笛さんのこのような活動は 映画90歳『何がめでたい』のメッセージとも深く結びついていますこの映画は年齢を重ねることの素晴らしさやその中で見つけることのできる新しい喜びを描いています草笛さんの実際の行動がこのメッセージをさらに強化し観客に深い感動を与えています映画を見た後 多くの観客が草笛さんのエネルギーとポジティブな姿勢に感銘を受け自分自身の生活にも新たな視点を取り入れようとするでしょう草笛さんのように新しいことに挑戦し年齢に関係なく自分自身を楽しむことの大切さを再認識することができるのです草笛光子さんの魅力は彼女の演技力や美しさだけでなくその内面からあふれ出るエネルギーと前向きな姿勢にあります 彼女は常に自分自身を更新し続け、周囲に影響を与える力を持っています。彼女の生き方や考え方は、多くの人々にとって大きな励みとなり、そのメッセージは世代を超えて伝わっていくことでしょう。最後に、この映画と草笛さんの活動を通じて、多くの人々が自分自身の人生について考えるきっかけを得ることを願っています。あなたにとって、 本当に大切なことは何ですか草笛光子さんのように新しいことに挑戦し続け自分自身を楽しむことが私たちの人生を豊かにする鍵ではないでしょうかこの問いかけを通じて私たちは自分自身の人生を再評価し新たな目標や挑戦を見つけることができるのです草笛光子さんのように年齢にとらわれず 新しいことに挑戦し続けることの素晴らしさを共有し、未来に向かって歩んでいきましょう。草笛光子さんが映画の台本を受け取った際のエピソードがあります。こんなにあるのと驚く草笛さんに対し、スタッフは、はい、主演なんでと答えたそうです。しかし草笛さんは、ええー、減らせないのと冗談交じりに返答し、周囲を笑わせました。 このエピソードからもわかるように、彼女は常にユーモアとポジティブな姿勢を持ち続けています。この映画は、草笛さんがどのようにして90歳という節目を迎え、それをどのように生き抜いてきたのかを描いています。映画のタイトルにある、何がめでたいという問いかけは、一見するとシニカルな印象を与えますが、実際には深い意味が込められています。 90歳という年齢に達すること自体が祝福されるべきことであり、その過程での喜びや悲しみ、そして生きることの意味を問い直す作品なのです。草笛さんの生き方は、若い世代にとっても多くの学びを提供しています。彼女は常に新しい挑戦を恐れず、むしろそれを楽しむ姿勢を持ち続けています。例えば、最近話題となったゴートチャレンジでは、 90歳の草笛さんが若者に人気のダンスに挑戦し、その動画が SNS で大きな反響を呼びました。多くのファンが草笛さんのゴートチャレンジ、素敵です、と称賛し、そのエネルギーとポジティブな姿勢に感動しました。また、草笛さんの魅力はその外見の美しさだけではありません。彼女の内面からあふれる知恵と優しさ、そして人々に対する温かい心が、 多くの人々を引きつけています映画の公開に際して多くのファンが草笛さんのような90歳になりたいですとコメントしているのもその証拠です映画90歳何がめでたいは草笛さんの人生そのものを映し出す作品でありその中で彼女がどのようにして困難を乗り越えどのようにして笑顔を保ち続けてきたのかを知ることができます 彼女の生き方は単に長寿を祝うだけではなくその背後にある努力や困難そしてそれを乗り越えるための精神力を尊重するものですこの映画を通じて私たちは草笛さんのように生きることの素晴らしさを再認識することができますそしてその生き方は私たち自身の生き方にも影響を与えるでしょう彼女のように常に前向きで 新しい挑戦を恐れずに生きることがどれほど素晴らしいことなのかを教えてくれるのですまた映画の公開を記念して多くのイベントやインタビューが行われています草笛さん自身も積極的にメディアに出演しその魅力とメッセージを広めています彼女の言葉はどれも深い洞察に満ちており聞く者に多くの気づきを与えます例えば あるインタビューで草笛さんはこう語っています。年を取ることは決して恐れることではありません。むしろ、それをどう生きるかが大切です。新しいことに挑戦し続け、自分自身を磨き続けること。それが若さを保つ秘訣です。この言葉は、まさに彼女の生き方そのものを表しており、多くの人々にとって大きな励みとなるでしょう。